私たちお祭り系アイドルユニットフェスティブです。せーの、わっしょーい。すごく私とルリコとマリカは、はい、その3年ぶりのタイとなるのですけど、その3年前に来てたファンの方がまだフェスティブを覚えていてくれて、そしてライブに集まってくれたのがとても嬉しいです。そして、ユリアとひなたは初めてのタイなのでどうでしたか？はい、すごいね、ファンの方が、タイのファンの方はとてもね優しくて元気で、私たちも元気もいただきましたし、あと今回初めてオフ会とかも参加したりして、ファンの方との交流もできてとても楽しかったです。日本だと結構そのみんな独自で例えばコールだったりとかをなんか独自のタイミングで入れたりする人が多いんですけど、タイだとなんていうのかな、もう会場一体の団結感がすごかったりとか、あと結構ぶつかったりとかしても全然なんかみんな母大丈夫大丈夫みたいな感じの人も多かったりとか、あとみんなこうやって指でこう合図してみんなでサークル作ったりとか、あとリフトも久しぶりに見れてすごいなんか懐かしい気持ちになりました。こちらが逆に元気もらっちゃいました。はい、タイの曲を出したのはやっぱりずっとコロナ禍で行けなかったっていうのもあるんですけど、そのやっぱりそのプロデューサーさんがすごいタイが好きな方で年間 4,50 回もタイに行く方なんですよ。でタイと日本をつなぐような曲が欲しいということで、私たちフェスティブがタイのことを PR して日本の皆さんにもタイってこんなに素晴らしい街だよっていうのをアピールして PR して、タイにもいっぱい一緒に行こうよっていうメッセージも込めてサマーチューンとしてリリースさせていただきました。海でのその遊びがすごく楽しくて、そうジェットスキーのドライバーやりました。楽しかった。サヌーク、タイのファンの皆さん、フェスティブのことをずっと待っててくれてありがとうございます。そして2015年からタイに来てるフェスティブですけど、ずっとね応援してくれてるファンの方がたくさんいて、本当に私たちもタイのファンの皆さんのことがとても大好きです。これからも日本にも遊びに来れたらぜひ来てほしいです。これからもフェスティブの応援よろしくお願いします。お願いします。せーの、わっしょー。